メイクは狩りと一緒。背中ポーズ。何回かやってみてちょっとこれあったらいいなって思ったのが、メイク動画のバックで使えそうな音源、メイクのやつをバックを BGM 作りたいです。ナチュラルじゃない、ちょっと濃いめ。今日はデート、ちょっとチークは濃く入れようかしらみたいな。そうですね、これはだからすっぴん風に見えるメイクが一番大変なんだよっていうチャンネル。じゃあ、ナチュラルメイク、ナチュラルメイクだけどちゃんと隠すところは隠してる。もうちょっとやりたいです。今度は上美人とか。今夜はお着物着て晩餐会。ホテルの、高級なホテルの、お化粧室、パウダールームっていうのがあるんですよ。お化粧室っていうのが、はい、そこでちょっとふかふかの椅子に座っておメイク。パナラボ。格闘家の方のチャンネルをよく見るんですけど、格闘家のそのジャンルの格闘家の人が他のジャンルの格闘の人をゲストに呼んでその技を教えてもらうっていう。を教えに来ました。そうですね、もしこれをちゃんと音源にするならばベストドラムはやっぱ入れたいかなと思いますね。パナラボ。その選手のプロフィールとかが、アナウンスで流れるそのバックとか、チャレンジャーホマホマクロー。
日本から日本浅草育ち浅草生まれ浅草育ち悪いやつは大体親友上りの龍さん。パナラボ。ドラムだけのやつもあっていいかなと思います。うん、コンガの音とかは。どうだろう、なんか待ってる時とかコンガだけに待っとこんかえ、何のこと今までと違ってちょっとかっこいい系かっこいい、しかもこう筋肉系のかっこいい感じができたんで楽しかったです。ジャンルにとらわれず、今いろいろな YouTube 見て、の動画見て音源作ろうと思います。ダウンロードする音源に関しては音を足して分厚くしたりとか、もっとかっこよくしてダウンロードできるようにしたいと思います。誰に使ってもらっても構わないです。いいなと思った方はぜひ高評価ボタンや、チャンネル登録をぜひお願いします。